目いっぱいやりますよ。はい、土橋正幸。現役時代は強気なピッチングで知られ、昭和36年には30勝をマークするなど、日本ハムの前身東映のエースとして君臨。その後48年には日卓、59年にはヤクルトの監督。おとなしいのは大嫌い。ファイターズにふさわしい勇ましい野球で来季パリーグを面白くする。名前は日本ハムファイターズなんだけどね、やってる野球の中身はこのところのね状況を見てると、なんかもう昔のね我々がやってた時代と比べたらまあおとなしいんですよ。やっぱりあの熱気がないとね、勝負事っていうのはね、まあ、昔の駒沢の暴れ者になるっていうわけじゃないんですよ。ただその怒ったり出したりね、鉄拳戦とかね、なことはもうダメなんだよね。やっぱり見に来てくれたそのファンの方にですね、ファイターズの野球ね、そして全部やるし、勝たぞっていうのはね、まあそれはあの変えられると思うんですよ。本当の意味でその戦う集団ね、ファイターズの何に恥じないようなセーブと後でですね、まあ、僕もだからその長年契約ってことじゃなくて1年1年勝負の気持ちでね、頑張りたいと思います。